い、皆さん今日今回は第2回目の放送動画です。今回アトモスの福袋ですね、2024、55,000 ZOZO タウンから買ってきました。18万相当入ってるみたいなので、楽しみにちょっと開封したいと思います。一番高いところに入りたいと思います。もう締め付けが半端ないシーン。で、これがニューバランスだと6,600円。これかっこいい。 T シャツ5,500円。かわいい。こちらですね、スウェットアトモス10,000円。これいいですね。これは結構なんか綺麗だ。なんて言われるかな、ふわりクオリティ。1万3000円。シャカシャカ T、 シャカシャカ T、 2万3000円。エクセル、いいのがそこ見てみましょう。28,600円。これもね、あ、そうだ300円。フォアの、うん、今してこの感じ。なんか売れ残り感がない。うん、ここは、うん、そしてですね、目玉の一番高いやつ、これでもう4万、買った値段が5万5千円で、これがもう4万4千円。高い。そう、だからほぼ8割、ほら、ほんと9割占めてダウン。買ったこそ。パニッシュをホワイタックダウン、ホワイティックダウン。お、すごい、色が青。中青です。これはリバーシブルではありませんが、ダウンですね。私ダウン買ってなかったんでね。どう、うん、あ、ポケット2つついてる。あ、あったか。ポケットはこう、大口ですね。ポケットはありません。あ、こういうことですね。上が5。 T シャツも1、2、3。 T シャツが4、ズボンが1で、帽子が1,2,3個ですね。で、靴下が3、これですね。で、まあ、エコバッグにも使えそうな感じですね。これが入ってたやつで、結構入ってましたね。合計金額は後で計算して、載せておきますので、皆さんも来年の2025年ですね、
2024年の福袋はこんな感じでしたので、5万円なかなかちょっとビビるかもしれないんですけど、でも結構僕的にはお得感はあるんじゃないかなと、ね、奥さんもそう言ってるので、来年ももしまた福袋があれば買ってみたいなと思いますので、皆さんもよかったら参考にしてみてください。ありがとうございました。